長の夢、目に焼き付けよ。うん、ミスカート。このまま抜け道から脱し、裏切り者に正義の鉄槌を。乱歩精一杯戦い抜きます。上様が死んじまえば我らも負け。こんなのは上様の夢の終わりであって、たまるか！あと一歩でした。さえその一歩が遠い。この寺の造り知り抜いておりますゆえ、夢はうつつ、うつつは蝶の夢のごとし。されど滅びれ、夢もうつつもございません。是非もなし。光秀、貴様は何を見つめていたんだ。時は残酷だ。全てを奪っていく。あなたが私を慕った日々、あなたと一緒になれると願った。取るに足らない私の夢を。やるじゃないか、信長様も。これを機長様に届け。私が初恋の人のもとへ走ったと笑うかもしれない。でも構わない、二人を戦わせたくない。毛利しかり、北条しかり、野望を諦めたらこの私に何が残るというのです。私がずっとあなたと一緒にいる。時は移ろいやすい。女の色香もこの花と同じ、いつしか焦ってできます。だがいい香り。敵は本能寺にあり。炎、愚連の炎、すべてを開示に帰す炎。あの時もそうだった。俺の初陣の時も。この村に姫はいねえ。他は当たる。突き出せりゃ今川の殿に殺されるぞ。燃え盛る炎に飛び込むとは、何たる知れ者。うおおおおおお。殿、余の御無事。
あんたが護衛か。あとは頼むぞ。おめえは女一人守れねえんか。チッ、男なんかやめちまえ。よせ。くだらぬ者どもがくだらぬ欲望を満たすため戦い奪う。村を襲った奴らは近くにいる。こちらから出向き成敗してやる。ブチャの偉人なればむやみに戦う必要などござらん。細かいことは気にすんな。ついてこい。トロモ、敵は山を乱して総崩れ。この分じゃ天下平定も近いぞ。何を言うか。かような小競り合いに勝っただけで、大体その格好は何じゃ。殿がそんなだからこいつらまでつけやがる。うるせえな、その小言聞き飽きたぞ。いや、吉成の言うこと至極もっとも。雑魚相手にいくら勝とうが時間の無駄だ。俺は乱世の業を叩き潰し、悲しみに満ちた世を打ち砕く。終わりのこせがれめ、おかげで美濃の姫を取り逃がしたでおじゃる。この吉本に歯向かうとは良い度胸じゃ。あとでたんまり礼をさせてもらおうの。ポルトガル、イスパニア、欧州列強が大航海時代を迎え、己が世界を広げていた頃、日本では大小群雄がいつ果てるともない攻防を繰り広げていた。世を滑るべき足利幕府に事態を収める力なく、戦乱と略奪で無垢の民が死んでいった。戦国乱世、人々は戦なき世を作る英雄の出現を恋願っていた。サブ、とんでもなく強いらしいな。ああ、幼き頃より武芸たしなみ、一角の将だとか。嫁とは申せ、くれぐれもお心を許さぬよう、寝首かかれるやもしれませんで。殿、心中をお察ししますぜ。まあしょうがない、マムシの娘だからな。一大事にございまする。美濃からお越し入れのご一行、織田信清の襲撃を受け応戦中。ったく世話が焼ける。よし、迎えに行くぞ。どう、向こうは片付いたぞ。殿は？どちらへ？バーカ、無粋なこと聞くんじゃねえや。鈍いなお前は。ん、うまい、これいける。お口にあってようござんした。いや、今年の山芋はぶっとく太りやして、風味もまた格別。うん、どうした長秀、貴様も消防に預かれ。殿、裏切りは相次ぎ、今川にも狙われております。いいんですか、そんでばっかで。誰が味方で誰が敵か白黒はっきりしていいだろう。心配すんな、芋侍。芋って。これはいいや。心配性の芋侍。よく言ったな。
北条めかかったか。これで今川を牽制できる。尾張を制する時が来た。よう、お殿さん、これから戦に行くんだろ。なあ、これ便利だぜ。土台一つ買うか、そんなもん。邪魔だな、どけ。ほら、なあ、お殿さんってやめろって。クソガキ、舐めやがって。あふい、あふい、ちふうり、ろっ、あれ、クソ、はい、あら。こいつは面白い。よし、全部くれ。え、こりゃありがてえ。ついでにオイラも飯抱えちゃどうだい。ちょっと、待ってくれよ。猿、手の込んだ芝居打ったな。ちぃ、お見通しか。ご名答、こいつに近づいたんも、アキンドに化けたんも、全部信長様に使いたかったからさ。いや、おい、ほんとかい。お前ふざけんない。だって俺は信長なんだに、昔からすごいと思っておりやし、はい、まったく。猿、戦いは勝たなきゃ意味がないだろ。どうだ、この俺と勝って勝って勝ちまくってみるか。おいらとかい。やった、やっほー。おいらついてくる。とことんやる、絶対やる。勝って勝って勝ちまくるぜ。勝ち、なれ。俺は日本国すべての諸侯に戦いを挑む。貴様の力が必要だ。ほざきおる。その大ぶら、その歌舞伎、すべてがこけ落としじゃろうが。うつけを装うまことのうつけめ、身の程を知れ。いや、上には上がいることを知れ。て、じゃが、うぬを止めねばならぬ。半端な強さのうぬぼれが、尾張を滅ぼす前に。信長、勝負は明日だ。いいだろう。わしは大きな考え違いをしていたのか。あの強さ、あの傭兵、本物じゃ。信長殿なら終わりを。いや、もしかしたら。殿は信長殿と古なじみ。戦いに空はござらぬか。今は今川で生きる者、昔のことは関係ない。逃げたぞ。どうして人質の私を逃がしてやれなかったな。でもスカッとしただろう。うん、いつかもっとかけられるようになったら自由になれる。ああ、本当にそう望んでかけるならな。あの時から変わった。夢中で走った瞬間、その後の解放感。人質である定めに囚われていたちっぽけな心に明かりが灯った。だが信長殿と戦うことになろうとは。竹千代、貴様は今も定めと戦っているのか。なかなか手強かったですな、松平勢は。奴らは今川に妻子を人質に取られておる。果敢になるしかない。惨めなものよ、国を失うとは。だが人ごとではないぞ。
信長が尾張統一を終えようとしていた頃、隣国の今川義元が大軍を発した。都に上り政治の実権を握らんとしたのである。今川の兵力は織田の10倍、尾張織田家が簡単に揉み潰されるであろうことは誰の目にも明らかだった。ご中心、今川軍先鋒すでに岡崎城に入りました。何？殿、ここはまるで鷲津を領域に堂々打って出るべし。いや、それは無謀というもの。なんだよ芋侍、ここは守りに徹するべき。しかり籠城して敵の兵糧尽きるを待つ、それしかない。籠城しても数日が限界、布陣して戦っても玉砕あるのみ。さてどうする。ならばいっそ今川に下り時節を待つというのはいかがか。それがいいかもしれんな。俺たちはあまりによく数も少ない。分つけるとき知恵の鏡も曇るのか。夢はうつつ、うつつは長女夢のごとし、されど滅びる夢もうつつもございません。いかがなされました？さっきからむすっとしてばかり。待つのはすかん。勝つおつもりね。信長様、ついに見つけましたぜ。信長様に千載一遇の勝機、与えるお宝を。観天望気の達人吉野。観天望気、勝機の動きから大気を読む。あ、明日の牛の刻には雨となる。これで今川の脅威から解き放たれたけど、美濃のことか。やる。お前の故郷を責める俺を憎むか。あなたに腰入れした日から私は織田の人間。それに今の美濃を治めるのは父を殺した人たち。ただ信長様は生き急いでいるみたい。シャツをいいだろ。別に美濃勢国境に侵入、そんな子を焼き払っております。ここは戦国、修羅たちのうごめくよ。憎悪と悲しみの連鎖断ち切るため、俺は進んで修羅となる。徳川家康殿、お見えになられました。どうして人質の私を逃がしてやれなかったな。でもスカッとしただろう。うん、いつかもっとかけられるようになったら自由になれる。ああ、本当にそう望んでかけるならな。いつかこのような時が来ると思っておりました。俺もだ。黒石、いつの間に。お勝にございます。
守りが手薄です。信長様は豪胆けど大雑把なところが終わりね。貴様だけは敵に回したくなかったぞ家康。東は任せた。俺は美濃へ向かう。はい。いよいよ美濃攻めか。あの人の故郷なんか徹底的に滅ぼしたらいいのよ。ヤシノ殿に惚れたか。信長は稲葉山南方長良川西岸の須の又に砦を築かんとした。稲葉山城に波状攻撃をかける拠点とするためである。しかし敵に姿を晒しての工事は危険と困難を伴った。命を受けた丹羽長秀柴田勝家は敵の熾烈な攻撃を受け死傷者続出、なすすべもなく敗退していた。信長様、おいらにやらせてくれ。猿、図に乗るな。砦で気づくことわしにもできんかったんじゃぞ。心配ご無用、おいらには策がある。ヘマはしないって。なんだヘマじゃと。こら猿、やめろ。猿、すごい自信だな。やってみろ。砦ができたら俺も行く。ははありがたき幸せに、あ、ございまする。なんで信長様のためそう命張るかに。惚れちまったのさ。おお、気も悪い、この猿面で。ほら急いでくれよ。一番働いた者には褒美を10倍出すよ。あらかじめ組んだ丸太を上流から流し組み立てる。確かに早くできろうな。尾張の家家どもに思い知らせたれ。それは千年経ってもできねえつうこと。敵さー、来るぞ。これならば敵を防げるな。どれに信長様、このバカ。今宵は俺も仲間入りだ。明け方には味方が来る。それまでここを守り抜くぞ。よっしゃー、やってやるぜ信長様。美濃にくさび打ち込めた。これで稲葉山に近づいた。そういや猿、別品の嫁さんをもらったそうだな。え、あ、そのつい出来心で。そうなると位置を他に嫁がせるしかないか。え、貴様なら位置とうまくやれると考えないでもなかったが。いや、忘れろ忘れろ。嫁をもらったとなれば名を変えないとダメだな。そんな。いや、攻め込んでくるぜ。終わりの弱卒に何ほどのもんがある。それより利光、返事は来んか。は、貴重様からは何も。おいのわしより信長を選ぶか、裏切り者め。サルバミの国は犬山と市場を何とかしなければな。なものは揉み潰していけばよい。それでは模様眺めの織田信清を敵に回すぞ。なら一気に川を押し渡る。いかに押し渡るかじゃ。背後をつかれてはたまらん。市長様は私たちを滅ぼすおつもり。明日は深い霧になる。霧に紛れるか。聞こえる虚無からの声が。どうした？生まれつき不思議な知恵を授かってずっと一人だった。お前は一人じゃない。
親方様、信長が美の猿羽身を落としたとのこと。ち、上杉謙信さえおらねば三河尾張美の奪い取ってくれように。わしの望みは天下夫人、すなわち天下に人生を敷くこと。じゃが甲斐から都は遠い。今は信長を暴れさせておく。今はな。位置を浅井長政に嫁がせる。そんな貴様、それは美濃を突破し近江まで位置の護衛を願い出る者はいるか。いやじゃどうした猿、恋女房のネネが怒るぞ。織田の弱さ克服するには最強の同志がいる。浅井長政は一世の英傑、しかも世に隠れなき美丈夫だ。必ず気に入るはず。兄上は未知なるものを求めて羽ばたいていく。私にはもう追いつけない。それが定めなのね。未知、わかりました。兄上のため一は参ります。ご中心、美濃勢多数、数里先に待ち構えている模様。待ち伏せか。長政、一を頼むぞ。一様ほどの絶世の美女目取ることができるは、この浅井長政、日本一の家宝物にございます。この上は織田殿、兄上のため粉骨砕身する所存。がっくりだぜ。ああ、どう見てもいい男だな。おお。実家を責めるのは辛いか。うん、違うの。この美しさの前では全てが儚い夢みたいで。夢か。幼き頃から俺は幾度も同じ夢を見る。夢？黒き芭蕉、豪華の中滅ぼされる夢。覚えのない傷がある。夢で撃たれた同じところに。こんな話がある。蝶になった夢を見て覚め、夢で蝶になったのか、蝶の夢が自分なのか分からなくなったって。この世は夢よ。ただ果敢に挑むのみ。稲葉山城を落とした信長はこれを義父と改めた。義父とは中国周の文豪が祁山に起こって天下を制した故事にちなむものだった。その義父に前将軍の弟足利義昭が来訪する。都を逃れ諸国を流浪した義昭は織田の武力に着目し、それを背景に上洛、将軍の座に就こうと目論んでいたのである。そちの武勇、天下第一じゃ。
わしが将軍となった暁にはそちは慣例じゃ。慣例では不足か。なら、奮発して副将軍でどうじゃ。気に入らんか。じゃあ欲のない男だな。おなごか。都には良いおなごがたーんとおるぞ。織田殿の子ってすよって物の一月も押したら上洛の準備整わはるでしょうな。この信長、元より都に織田の旗打ち立てるつもりでした。上洛の儀喜んでお受けいたしまする。では出立は明後日。明後日？織田信長？そんな田舎者に何ができんのや。じゃこじゃ言うてんと、はよ逃げんの。せや、役立つとか黒たらかなんしな。助けを。松永の手の者か。明智光秀にございます。織田家に仕官させていただきたくまかり越しました。俺は長年貴様のような勇士を心待ちにしていた。今日初めて期待にたがわぬものを得た。はありがたき幸せ。そうそう、まあまあ歴戦の勇士である私にとっては赤子の手をひねるもんだから、向こうは大割の田舎者だろ。鉄砲なんて見たことないからドーンってやればヒャーって、まあ時代に遅れたイノシシ武者だな。お、いかがされたフロイス殿。いや驚きました。地上が9であること即座に理解なさるとは。日本はどこだ。ここにございます。小さいな。貴様の国は。ここポルトガルにございます。ここはイスパニア、地中海、アフリカ、インド。これが世界。上流地上攻めの軍議の支度整いましてござりまする。何です、
私なんぞを呼び出して人目につきますぞ。あなたが現れた時驚いたわ。あんなに繊細だったあなたが。歳月は人を変える。諸国放浪の辛酸をなめ、すっかりしたたかになりました。ごめんなさい、私のせいで、私のせいで美濃を追われ。おかわいそうです、うつけのもとへ。さしてがましい奴め。王城東礼の折、そのうつけに救われておろうが。それはついておろうが。身分をわきまえ、立ち去れ。哀れみですか。私が織田に来たのはただ己が野望のため。織田で出世し軍団を手に入れる、それとも信長様を裏切り私のもとへ来ますか。柴田様もどうです、一発。私はこれで十分。怖いんですか。なんだぞ。光秀、やってみせろ。はい、それでは。見事だ。はい、鉄砲扱いでは五家中、いや天下の誰にも引けを取らない、そう自負しております。天下一、大した自信だな。まあ貴様がそう言うなら本当だろう。これからは名乗りを上げ一騎打ちする時代ではなくなる。鉄砲だ、鉄砲こそが戦を制する、乱世を制する。キレイワーディの話に参った。お先を、散々大待ちしておいて。次の天下取りのためにまだ死なれへんからな。断ったらどうする。その野望不意になるぞ。同時に信長はん、あんたの野望も不意やわ。こたびは手抜かしてもろたが、ほんまにやり合えば大変やで。よかろう、報復の儀差し許す。待て待て待て、勝手に話進めるな。切れと言うておるのじゃ。将軍を殺し東大寺を焼いた松永久秀は大悪党だが、最強軍団を作るため必要な男だ。大悪党のわしを利用しようと、善悪では測れん器やの。信長様、荒木村重が徹底抗戦するわ。久保様に首差し出せと脅されたから。我らの陰でこそこそと。久保め、信頼がおけぬ。そんだけじゃない。久保様は未行書を乱発して寺や金土から法外な善にむしり取ってやがる。自らの首絞めるとは気づかぬのか、あのお方は。申し上げます、久保様お供の方、お見えになられました。ほほ、皆さんお揃いか。で、村重めをほふる策はどうじゃ。幕府に立てつく不定の輩は早う討伐せねばの。勝手に大名と交渉すること、野戦を課すことやめていただきたい。わしに指図するんか。将軍家としての意向を保つには銭も兵も必要。それを自由にさせぬと将軍家を取り潰し天下を三奪戦との野心が終わりか。村重に聞きましたぞ。
銭を納めるのに腹を立て切腹申しつけたと。村重の話を信じなさるとはどうかしておられる。寝耳に水でございます。酒井は銭で兵集め何番兵までおると聞く。斎藤辰興も恨み晴らすと息巻いてるらしいぜ。まあ望むところだがよ。機長様が辰興さんを逃がさなきゃ。機長様がまさか殿を裏切るような、そんな女心は複雑よ。柴田さんには分からないでしょうけど。ほう、奥方様や。なんちゅう器やかな。綺麗なお方や。綺麗だぞ。ああ見えて殿は人を疑うこと知んねえからな。そこが我らとの器量の違いよ。そういや猿の野郎、殿の瞳が長道だとかいう英雄の瞳だっつってたな。おら何をグダグダ抜かしておる。殿が戻られたらすぐ軍議じゃぞ。抜かりなく戦支度しておけ。殺すなら殺せ、生に執着はない。なら力を貸せ。私を雇うというのか。こう見えても贅沢な女でな、高くつくぞ。そうか、あれじゃ少ないか。いいのか、機長様目の前でいくら新しいもの好きったって。バーカ、何勘違いしてんだ芋侍。冬に惚れ込んだんだろうが。でもってちゅやーねえではないか、ねえではないか。いやわしゃ少年になったんじゃ。もはや天下はわしのもの。我が栄華を存分に祝うんじゃ。申し上げます。織田軍は堺で大勝利、南蛮傭兵が我らに下りました。ああそうか、それはよかった。どうせそちも大活躍したんじゃろ。いえいえ、織田家には私に匹敵する者おりますれば。ほうかほうか。女にございます。おなごでは私めはこれで。おいおい光秀よ、最近付き合い悪いの。わしとの約束忘れてしもうたかの。いいえ。そうか、なら早くやれ。でないと朝倉義景が上洛してきちまうぞ。朝倉上洛。久保様。信長は乱世平定のため新しき秩序を打ち立てていった。しかし将軍を頂点とする幕府政治を施行する久保義明は信長を疎み、密かにその排除を画策。越前朝倉義景に上洛を要請した。この動きは明智光秀より信長にもたらされる。上洛だと？朝倉が。いかにも。何もこちらから仕掛けなくてもなんだか胸騒ぎがする。臆病ね。それとも何か考え。まさか辰興さんと。違うわ、私は。やめろやめろ。朝倉は越前を支配する戦国の豪、いずれは戦ねばならん相手。信長様は戦の天才、朝倉なんてあちょりちょり。殿、浅井と朝倉は盟約を結んでおる。ここは使者を立て長政殿に根回し。いや知らせぬ。知らせれば長政を朝倉との絵にして帰って苦しめる。それに朝倉に漏れるやもしれません。
さすれば今日つくこと叶いますよ。何心配すんな、長政は義理の弟だ。されど、織田軍は浅井の寝返りによって越前から撤退した。信長は千草峠から伊勢へ抜け、岐阜へ帰陣せんとした。浅井長政、古き呪縛断ち切れなかったか。豪華に滅ぶ夢、信長様の過去であり未来。九郎の周りに反織田勢力結集しつつあり、浅井朝倉は身の信仰を企んでおる。殿の戦士に関わらず、ここは早急に手を打つべき。羽柴殿は都へ上り九郎様の工作を、柴田様は兵500で一騎の抑えに、私と森様で岐阜の決戦。光秀、宇野はいつから指図する立場になった。急存亡の時に何を。差し出がましい野郎だな。序列門地メンツ、そんなものが今何になるのです。才ある者が仕切ればよろしいでしょう。それとも柴田殿に回転の策が終わりか。何、つけ上がりよって。うっ、岐阜では戦わん。打って出て浅井朝倉を叩く。プロ、お体は。かすり傷だ。吉成、家康に援軍を要請しろ。は、勝家、光秀、南近江を固めろ。は、利家、猿、横山城を攻め、浅井を小谷から引きずり出せ。は。殿、徳川様がご着陣なされましたぞ。信長殿、我ら三河衆の力存分に発揮してご覧に入れまするぞ。家康、頼むぞ。おいらもやります。お市様をめとりながら浅井長政め。頼むぞ猿、いかな犠牲が出ようと乱世を打ち砕かねばならぬ。この世が乱世に滅ぼされる前にな。信長は姉川の決戦に勝った。しかし浅井朝倉はなお強大で、この後も信長を苦しめることになる。世間では貴様を織田の白鷹と称賛しているそうだな。白き獣は吉兆と言われまするが、目立ちすぎるゆえ群れに入れてもらえぬと。貴様はもう織田の人間だ。光秀、昔貴様に会ったことがある。確か貴重の森役だった。なぜ美濃を追われた。言わねばなりませんか。美濃を出た時全てを捨てました。楽しき思いも悲しき思いも。余計な詮索だった。よい、俺は過去など気にしない。信長様。なんだ。この本能寺、防御が少々手薄かと。この光秀めに。実は貴重にも同じことを言われてな、やむを得ず回収することにした。貴重様に。ほう、それはよろしゅうございました。
一騎衆、三好浅井、朝倉も出兵の手はず。包囲は安城仕上がってきてます。あとは武田信玄公が上洛したら大手辰沖大義であった。ありがたきお言葉やけど、辰沖一人の働きじゃございません。おお、そうであったの。あの者にもよろしくな。またあの夢を。ああ、最近頻繁にな。信長様、三好三人衆が摂津に上陸、野田福島を奪取したとのこと。殿、ここは軍を二つに分かち、一方を都の備えとすべき。いや、全軍で一気に叩く。我が軍団の力、敵に刻みつけてから都に戻る。慢心が過ぎまするぞ。相変わらずだな、吉成。なら貴様は手勢を率い坂本へ向かえ。異存を聞かん。御意。あ、なんでわしゃ神出鬼没なんよ。よう来たよう来た。ささ近寄れ近寄れ。久保様、これってどういう魂胆。もうよしのよ、わしに仕えてみぬか。ああ、ついてけるのかな、そのノリに。ま、条件次第ね。そうかそうか、苦しゅうない。なんなりと条件とやら申せ。久保様のお力で信長様を私のものにして、そしたら使えてもいいわ。え、信長でも私に目をつけるなんて大した人ね。みんなが思ってるほどダメじゃない。殿、一気加勢に叩かねばなりませぬな。分かっている。速さこそ力、速さこそ強さだ。信長は摂津で勝利した。その信長のもとへ近江坂本の状況がもたらされた。我らは敵を撃退しました。されど浅井長政との一騎打ちのさなか、斎藤辰沖が横合いから銃撃を浴びせ、父を。辰沖め、奴の一族根絶やしにしてくれん。やっぱりこうなるような気がしてたわ。力を誇示せんと、俺が躍起になったばかりに吉成を。久保さんもえらい切羽詰まっとるみたいやん。兄の義照を殺したこの久秀を頼ってきよるとは。返答。見える見える、信長の破滅がよう見えるが、久保さんの望み通り、この松永久秀で織田軍をかく乱したる。よう見とけ。茶器集めるのにはこっちも命張っとるわ。ほら、この首とっとと跳ねたらどないね。食える男だが、その力変えがたい。裏切らぬと誓うなら、こ
降伏の儀差し許そう。ありえねえ。けど越前攻めん時の浅井の寝返り、キャイロを呼んだ狙撃、吉成さんの知事に、絶対誰かが敵に通じてるわ。んで貴重様かよ。おめえ頭いいんだろ。もっとマシなこと考えろって。貴重様一人じゃないかも。裏で糸を引くやつがいるでしょ、光秀さん。何のことです。こいつが敵に通じてるもんがいるって。当家に裏切り者などいようはずないの、光秀殿。さて、私には分かりませんな。それよりおのおの方、軍議に遅れます。こんなところでアーマリアと出会うとは。ま、せいぜい頑張れ。戦火が拡大すれば我が王国に好都合。いよいよ大戦ですな。徳川殿すら叶わなかった戦国最強の武田軍団との。これより先、天下を掌握すべく武田信玄は兵を進めていた。徳川領に侵攻した武田軍は怒涛の勢いで諸城を陥落せしめ、領内を席巻。徳川軍主力を三方ヶ原に連れ出し、完全に叩き潰した。徳川勢を撃破した武田軍は三河に進み、野田城を囲んだ。野田城が落ちれば武田軍が尾張に殺到することは必定だった。山は動き、都を目指すか。いずれか誘導なる。武田少子、いずれか有能なる。武田技法、いずれか得たる。武田じゃ。軍令、いずれか行わる。武田党だ、互角と見る。英州、いずれか強き。圧倒的に武田だな。一つ、いずれか習いたる。武田じゃ。懲罰、いずれか明らかなる。互角かの。七景では我らが上、まあ、油断は禁物。分かっておろうの。あっ、おめあっ、おめあよ、いよいよいよい。はい、皆さんご一緒に。サルメ、みんなを元気づけようと気を使いやがって。余裕ね、笑ったりして。勝利を確信しているからな。天下には新しい風が吹いている。いかに武田が盛況でも時の流れには抗えない。新しい風はあなた。俺だけじゃない。貴重も、秀吉も、光秀も、家康も、俺たちだ。わしの運命は今日で終わった。三四年は死を隠し、国内の備えを固めよう。織田信長ただ者におらず、だが奴の精鋭必ず衰える。その時こそ都へ進み入れ、武田の旗を立ってよう。お館様！ああ、
性が落ちた。信玄さんが亡くなった。蘇我誠なら武田を撃滅する好機。陣を引き払う。殿、武田の別動隊が本隊に合流。敵は2倍に膨れ上がりましたぞ。なんじゃと。己の宿命までも見透かすとは、武田信玄を恐るべし。織田に組みしたもんどもを千人ほど打ち取ったりました。ほうかほうか。かような振る舞い、幕府から人の心が離れていきまするぞ。うん、そちはおじけづいたのか。あ、信長に通じておるのか。久保様、松永久秀降伏し、武田も甲斐に引いた今、いかなる体で織田に勝とうと。大丈夫、この策は万全なんよ。久保め、いよいよケリをつける時が来たか。殿、幕府滅ぼせばどのようなそしり受けるか分かりませぬ。将軍家の血筋探し、新たな久保を据えればよろしいのでは。いや、幕府は利を貪る者どもの巣窟、滅ぼすべき戦国の豪にございます。光秀、貴様は久保を攻めるに呵責はないのか。全ては天下のため。光秀さん。おおいやはや、全くその通り、全ては天下のため。そしりなどを気にしていた己が恥ずかしい。光秀さんよ、あんたこそ誠の国士だ。見直したぜ。人はそんなに変われない。繊細だったあなたはどこへ行ってしまったの。この義明、目が覚め申した。もはやこれまで、勘弁してくだされ。わしは幼い時寺に入れられ苦労したいよ。父も兄も死んでしもうたし、せめて幕府を再興して世に太平をもたらそうと。こんなことになるなら将軍家に生まれてこなければよかった。待て、腹を召していただきますか。光秀、そちはどこかで静かに暮らすといい。援助は惜しみませぬ。ただもし再び立ち向かってくるなら、その時は容赦しません。賑わいだな。関所を廃し、商業組合を廃した。それで経済が発展した。セニョーレは英米だ。私たちの不況に寛大でもある。あなたは宣教師、私は国を捨てた女。こうしてみるとアマリアはなかなかの美人だな。貴重とは違う魅力がある。そんな風にアマリアにまで目を奪われた。知らないわ、光秀さんと貴重様がどうなっても。光秀さんと貴重様、昔恋仲だったの。過去か、興味はない。俺が見つめるのは未来だけだ。ここにいたの光秀。信長様がお呼びだわ。幕府滅び、いよいよ共食いが始まる。織田が勝つか、
他の大名が勝つか。愚かしくも面白きこととは思いませんか。光秀、あなた。ご安心ください。この光秀、信長様を助け太鼓を立ててみせますよ。時は残酷だ。すべてを奪っていく。あなたが私を慕った日々、あなたと一緒になれると願った。取るに足らない私の夢を。久保様の御行書で、明朝には金財の一騎手が参集する。その数2万は下らぬ。辰沖殿、こたびの一戦で国を奪われた無念も晴らせよ。絶対織田軍を叩き潰してみせますでな。もう心情は電光石火だというに、何故動かぬ。本陣機が飛ばされた。不吉な。この時を待っていた。天佑まさに我にあり。嵐に紛れ朝倉勢を撃つ。辰沖殿も機長様を頼ればよかったもの。最後まで意地を張って、おかげで機長様のお立場が悪くなった。いかがです、いっそ私のもとへ来ては。こんな悲しみもあと数年、私がこの手で乱世を終わらせます。光秀、あなた。さればどうしても。義に背くことはできません。潔く散る覚悟。ならばせめてお市様とお子だけでも。お帰りくだされ。さあ。こちらも数多の犠牲を出している。もはや猶予はならん。誰か織田に攻略の策を述べよ。ならば風向きを考え火を放ち、山全体を火の海にすればたやすく落とせましょう。じゃがそれでは城内のお市様やお子たちは。やむを得ぬ。殿、浅井殿はどうあっても戦う覚悟。火攻めの準備をしろ。お待ちくだされ。おいらに策がございます。車と車を分断するんです。そうすりゃ孤立した車は降伏するしかありません。これならお市様をお救いできます。おお、それはいいぞ。猿太郎、よし、その策で行く。お市様。様を傷つけたら容赦せん。羽柴殿、黄泉の旅立ちを邪魔だていたすか。武士にあるまじき振る舞い。一の子を頼みます。
在殿。殿！一、我が生涯はそなたと出会い輝きを得た。もはや思い残すことはない。そなたをこんなに慕う者もいる。生きて幸せになれ。武田勝頼、明日にはその花っ柱をくじいてやる。軍議を開くぞ。織田信長ただ者におらず、だが奴の精鋭必ず衰える。その時こそ都へ進み入れ武田の旗を立てよう。信長め、勝頼様、久保様よりの使者お見えです。おお、そうか、すぐに会おう。武田を継いだ勝頼は積極的に外政、信玄も落とせなかった各地の要衝を相次いで陥落させた。勢いに乗る武田軍は三河に侵入、要害長篠を包囲した。窮地に陥った徳川家康は信長に救援を求めた。徳川殿より救し、武田勢2万長篠城を包囲、至急援軍を請うとのこと。勝頼め、三河遠江を分断せんとの腹か。武田に引導を渡してくれる。去る、鉄砲をかき集めよう。え、殿、武田は馬上の達者、鉄砲では防ぎきれませぬぞ。案ずるな、策がある。恐れながらこの光秀、丹後丹波の平定に向かい通すのです。何故じゃ。何故天下分け目の一戦を控えたこの一大事に。武田と戦いながら丹波を攻め、我が軍団の懐の深さ、天下に知らしめることになりましょう。さすれば次の次の戦のために有利。さすが織田の白鷹だぜ。この状況で先の先を読むたな。光秀、やり遂げてみせろ。はは、恐悦至極に存じまする。大攻めをすれば損害大きいは必勝。
一時軍を引いて時期を待つか。さもなくば長期戦の構えが有利。いや、撃って出る。それと親方様は織田と戦ってはならぬと。敵は永遠策を築いておる。臆しておる証拠よ。それにこの雨、鉄砲は使いまいて。親方様、親方様と聞き飽きたわ。それほど嫌なら五郎隊は戦に出ずとも言えない。武田の命運尽きたか。この上は潔く戦って意地を見せるのみ。かような陣構え見聞きしたことございませんが、何番のものでござるか。この信長が考えた武田に引導を渡す陣だ。されど鉄砲で勝てるのでしょうか。それにもし今武田が攻めきたらば。敵を過大に見れば常に敵が強く見える。そうだろ家康。よし、軍議を開く。あー疲れた。信長様は安土に天下を滑る城を築くとか。あんな急壮大な男ヨーロッパにもいない。そう？やっぱり？そうよね。ん？吉野が照れてどうする。信長様はモテるようだな。え、アマリアは違うの？母性をくすぐる男が好みだ。私もいいかしら。織田軍は長篠で武田軍に大勝、山形、馬原、主だった将を打ち果たしたとのこと。やるじゃないか、信長様も。これを機長様に届けてくれ。また一つ戦国大名が淘汰された。全てを手に入れる日は近い。これが天下のお城がよ。ガキなかだよな。嘘、嘘だと言って光秀。なぜあなた信長様を、なぜそれを私に。どうした猿、尻が落ち着かないか。あ、そりゃもう。自分の家だと思って楽にしろ。武田を破った今、当面の敵は上杉、毛利、大阪一気に絞られたが、奴らは結託しており、一方を攻めれば一方に襲われる。そこでまとめて攻略する。勝家、利家。はあ、貴様らは越前、加賀、越中で上杉に当たれ。よい。猿、小六、貴様らは中国に出陣し毛利に当たれ。お任せよい。長秀、村重、貴様らは大阪の一騎衆に当たれ。よい。甲斐、信濃、駿河は家康に任せる。光秀は丹波を平定し天下に面目を施した。引き続き丹後攻略に当たらせる。殿、私を丹後へ行かせてください。はあ、なんで。救援のために。奴はよくやっている。その必要はない。お前はアマリア蘭丸と共に俺の指揮下の友軍となれ。わかりました。
あの分からず屋に降参しろと伝えたいが、恐れながら松永久秀が心変わりするとも思えません。しかし豪気なもんや、自ら乗り込んでくるとは。信長流ちゅうやつか。平蜘の茶釜を手に降参しろ。上杉も毛利も当てにできぬぞ。わしは共有の意地最後まで通させてもらいますわ。久秀、さあとっとと帰りなはれ。まだこっちが負けると決まったわけやないで。信長藩、人っちゅうもんはちっぽけな矜持にとらわれているもんや。そうやすやすと信用せんほうがええ。あんたの悪い癖や。信長はわしあんた好きやったで。あんたの天下地獄から見届けさせてもらうわ。こよなく愛した茶器と共に意地貫いたか。大悪党だがあっぱれなやつだ。猿が援軍を請うとはな。恐れながら羽柴殿は戦おうとせず、それゆえ戦いが膠着している。おじけづいたか。それとも賢くなったのか。笑い事ではござりません。羽柴殿は黒田官兵衛と申す作詞を得ました。毛利と結び謀反するとの風聞しき。ラン、想像力豊かだな。せいぜい楽しめ。このままじゃ枕並べて打ち死んだぞ。なってる報われの忠義を捧げるおめえが哀れよ。明智の殿は出世重ねてる。徳川の旦那にはすぐ救援した。なのにこっちにはなかなか援軍してくんぜ。よせよせ、変な同情はいらないぜ。久保様からの御行書届いているはず。殿には野心はありませんのか。野心か。野心という、さっき部下から嫌な話聞いた。明智の殿が久保毛利としきりに接触してるらしい。コロ君、蜂須賀島を丹波に走らせろ。内定か。上様、ご着陣あそばされました。を嫁がせる。独り身では不憫だ。光秀あたりにどうかと思ってな。なぜ信長様はそのような酷なことを。嫉妬か。貴様にはネネがいるだろう。光秀は、光秀にお市様を幸せにできるはずありません。毛利の兵どもを蹴散らすぞ。いつの間にあんなすごいの用意してたの。隅に置けないわ。上出来だな。あんな船はヨーロッパにもない。全く革新的だ。
信長様は西洋のものをどんどん自分のものとしていく。上杉謙信は能登を席巻、県城七尾城を攻略した。織田軍武将柴田勝家は上杉軍を阻むべく加賀へ侵入。両軍は手取川で激突した。押し潰せ。バカな、強すぎる。柴田軍を大敗させた謙信は越前に侵入。信長を誘い出し、乾坤一擲の決戦を挑まんとしたのである。親方様、柴田勝家は信長本隊と合流した模様。やはり追い打ちすべきだったのでは。人の落ち目を責めるは恋ならざること。嬉しそうですな。武田を破りし信長が軍略、いかほどのものか。楽しみなことよ。一見よ。謙信め、さすがに強い。俺たちもまだまだというわけか。だが、弱いからこそ強くなろうと前へ進める。手立てを講じようと考える。読めたか。明朝は深い霧になる。仕掛けてくるな、上杉謙信。イチゴの映画、一杯の酒。親方様！織田信長よ、見事であった。勝家、俊家、俺は戻る。あとは任せたぞ。は、任せあれ。これ以上の戦いは無益。和議を結ぶべき時だわ。これは一騎衆との戦じゃない。彼らを操る毛利、将軍家との戦いなの。分かってる。でも性急すぎる。周りを見ないと。機長、気になることでもあるのか。おかしいぞ、機長。なぜ姿を見せない。綺麗。この裏盆への光景、一生の宝にするわ。今光秀を止めなければ信長様は死んでしまう。初めて会った時の笑顔が胸に焼き付いてる。皆は私が初恋の人のもとへ走ったと笑うかもしれない。でも構わない。二人を戦わせたくない。早く。織田様だ。よっ、インカミット。いもんじゃ、もう織田様の天下やな。最近織田が滅ぶっちゅう噂もあんねんで。
あと、これ見たりいいな、滅ぶわけないかな。久保様が流した与太やって。市長様がいなくなって信長様を独占できると思ったのに。まことに捨ておいてよろしいのですか。明智殿はしきりに将軍家毛利と接触しています。案ずるな。光秀一流の敵あぶり出しの策だろう。俺は奴を信じている。明智殿のもとに機長様がいるとの噂も。女一人にこうも心かき乱されると。申し上げます、荒木村重殿謀反。村重が。なぜ私がここに来たか分かるはず。どうなされた、そのような顔をして。怖いのですか、この私が。あなたはなぜ信長様を裏切ろうとするの。お願い、やめて。やめる。下克上など戦国の世では当たり前のこと。あなたの父も飽くなき欲望の果てに主を倒し美濃を奪ったじゃありませんか。いや、あなたの父だけではない。毛利しかり、北条しかり。野望を諦めたらこの私に何が残るというのです。私がずっとあなたと一緒にいる。うぬぼれないでください。時は移ろいやすい。女の色気もこの花と同じ、いつしか焦っていきます。だがいい香りだ。この一瞬を誠と信じられた。丹後への出陣準備整いましてござる。そうか、分かった。俺とお前の仲だ。俺から信長様に釈明する。矛を収めろ。意識を失う。なりゆえかようなところに。久保様とおとなしくしておればよいものを。おとなしく、おたわむれよ。我らは毛利を後ろ盾に再び上洛する。織田に恨み抱く諸将の決起も間近。まもなく織田は滅ぶ。村重、よしずっと裏切っておったのか。さてどうだろうな。もうどうか。官兵衛殿のお命もはや絶望的かと。上様、有岡攻めの下地を。村重め、何を考えている。まさかな。間違いござらん。村重はずっと毛利と内通しておったんじゃ。毛利め、上様、乱は毛利と戦いとうございます。卑怯な毛利に正義の鉄槌を。たぶらかされておるのは村重だけではないかもしれぬ。何。あんたが護衛か。あとは頼むぞ。美濃に帰った私たちは身分を超えて慕い合うようになった。しかし機長様は信長に嫁ぐことになり、反対した私は美濃を追われた。おかわいそうです、うつけのもとへなど。身分を決め、立ち去れ。だが長き旅も
もう終わる。信長の首を取れ！こちらの動き読まれていたな。上様、内通している者がいるのでは。羽柴殿、いや徳川殿、明智殿も怪しい。よせ、余計な詮索など時間の無駄だ。勝って勝って勝ちまくる、それでいい。神無きまで叩かれました。織田中滅の谷家への参陣かなわなくなりました。仕方あるまい。ならばその折は伊賀を固めよう。これより丹後に出陣いたすところで。光秀、わしは毛利と話をつけたぞ。そっちが決断すりゃ信長は滅ぶ。織田は強い、滅法強い。不屈の闘志を持つ信長様に率いられ、優秀な武将が最強軍団を展開させ、その連携も完璧。やがて武田上杉を滅ぼし、毛利に目を向けましょう。何が言いたいんじゃ。わしを脅すつもりか。織田が毛利に攻めかかったその時、一瞬の空白が生まれます。空白鈍いお方だ。軍の移動で信長様の守りが手薄になるということです。さあ、もうよろしいでしょう。私は織田の人間、丹後攻略を果たさねばどんな叱責を受けるか分かりません。これは信長殿、遠路はるばるのご参陣、ありがたき幸せにござりまする。うん。穴山梅雪殿が降参してから投降してくる武田将は後を絶ちません。武田の命運もはや尽きようところだが、武田には策士が多い。真田の動き特に気になる。これはらしくない慎重さ。いかがなされました。ならば朝廷からの太政大臣、関白、征夷大将軍への推任の儀、終着至極に存じまする。やめてくれ、その話を聞くと久保様の顔がちらついてな。また派手に動き出しているようですぞ。それがしのところにも未行書届きました。何を考えているのやら。まあいい、久保様のことは光秀に任せてある。まずは武田だ。とはまことか。はい、穴山殿は必ず願えるか。穴山め、徳川に走り不埒な奴じゃと思っていたが、それが策とはな。織田、徳川を懐深くに招き入れ、一気に殲滅いたしましょうぞ。父上、この勝頼力拙く、海源氏武田家を滅ぼしてしまいました。戦火でお詫びいたしまする。貴様のおかげで大敵を打ち砕けた。感謝する。家臣に裏切られたわ。勝てる道理ございません。災いは外からではなく内から来るものですな。家康、今度上方へ来い。酒井でも見物していったらいい。はい。浅はか、何故狙撃なぞ。殿！平素に誠意を貶め、浅井を引きずり込む、それだけでよかったのです。
じゃが、そちは挟み撃ちにしろと。生かさず殺さず、他の大名と相反でもらわねば。絶対誰かが敵に通じてるわ。当家に裏切り者などいようはずない。のう光秀殿。さて、私には分かりませんが、いかなる体で織田に勝とうと。大丈夫、この策は万全。そちらわしを罠にはめたのか。あらぬ疑いをかわすためです。まあ時を待ちなされ。後方を安定させた信長は乱世平定の最後の一手を打つべく西国出陣を決意した。毛利撃破の後、九州に進撃、一気に乱世を平定せんとの腹積もりだった。信長は明智光秀に出陣を命じると、自らは少数の部隊を率い京の都本能寺に宿泊した。運命の時が刻々と迫っていた。機長が身を寄せてから1年、光秀は目立った動きを見せなかった。まるで野望を捨てたかのように。事態は急を告げていた。信長は乱世平定の最後の一手を打つべく西国出陣を決意。光秀にも出陣命令が下る。その居城亀山を足利義昭が訪れた。信長は甲斐のこと一切を盟友家康に任せた。徳川軍の攻撃と配下の離反によって名門武田家は滅亡した。いかなる者の企てだ。明智が者と見えまする。光秀、信長の夢目に焼き付けよ。このまま抜け道から出し、裏切り者に正義の鉄槌を。本物の上様の夢は終わりであって、されどその一歩が遠い。この寺の造り知り抜いておりますゆえ、夢はうつつ、うつつは蝶の夢のごとし、されど滅びれば夢もうつつもございます。俺は長く一瞬の夢を見ていたのかもしれんな。あなたの夢は私が受け継ぎます。そう、機長さん。信長は毛利攻めに向かうんじゃぞ。おなごにうつつを抜かしている場合か、このふぬけめ。信長の女房などあやめてしまえ。久保様、ご心配には及びません。この光秀、女に心奪われるほど純粋ではありません。嘘をつけ。
ならわしの目の前でやってみろ。できるものか、お前のような口先だけのふぬけに。悪かった、少し言い過ぎたかもしれん。が光秀、どうするのじゃ。我が心すでに決しております。機長は私が処断します。久保様は安心してことが起こるのを待っていてくだされ。光秀、やはりあなたはこの一時の果てに美しき静筆なる世が待っている。私とそしてあなたのが、ことをなすまであなたを自由にはできない。まだ信長の女だからな。いいえ、私はどんなことがあっても信長様のもとへ帰る。そうだ、その顔だ。私が好きなのは、あなたは全身全霊を燃やすとき、その顔をする。あなたは蜂須賀殿の配下の。警戒厳重にてようやく潜り込めました。仲間は皆。獣じゃ、獣が廃校だぞ。追っては拙者が。さあ早く都へ。敵は本能寺にあり。滅びの夢はうつつだったというわけか。あと一歩でしたな。されその一歩が遠い。この寺の造り知り抜いておりますゆえ、夢はうつつ、うつつは蝶の夢のごとし、されど滅びれば夢もうつつもございません。信長様、信長様。俺は長く一瞬の夢を見ていたのかもしれぬが、あなたの夢は私が受け継ぎます。そう、機長様。終わりましたぞ。光秀、私はあなたを許せない。そう言われたか。あなたの心は完全に僕が。あの時お前を救ったのは偶然ではなかった。お前こそが夢から目覚めさせてくれた。因果の定めを超えさせてくれた。ええ、私たちの出会いは偶然ではなかった。さあ行くぞ。
俺たちの新しい世界へ。本能寺は焼け落ち、焼け跡には無残にも数百の印が晒してあったと。やりよったな、光秀め、信長様。毛利と和睦しろ。その後実印を引き払う。もういいのかよ、悲しくねえのかよ。そんな顔すんなって。けど感傷にふけってる暇はない。光秀をぶっ潰す。一大事にございまする。毛利軍が動き始めました。本能寺の変、知られたか。光秀殿！どこへ雲隠れした。これだけ探しても見つからぬと。何もそこまでネチネチ執着しなくとも、天下は我らのものなんだしね。いやいや、全くその通り。羽柴を破り、柴田君付け、徳川は行方知れずでございますからね、全く。そうそう、愚か者には誠は見えぬ。執着だと。ただ美しくて気まぐれな蝶が逃げただけではないか。敵は光秀の一族、明智左馬之助秀光。弟、蘭丸の仇。やつを討ち取り、反撃の狼煙とする。行くぞ。左馬之助めは打ち漏らしてしまいましたな。俺たちの今の力はこんなものだ。どんな時でもそんな風に笑えるなんて。岐阜を奪還する。そろそろ野宿にも飽きてきた。なんて貴重が既得だ。自由に飛ぶ蝶、やっと捕まえられた。信長様、滅びの夢から解き放たれた。ああ、お前のおかげだ。よかった。貴重、死ぬな。綺麗な夜明けだ。
信長様。一、市長を頼んだぞ。さて、岐阜奪回としゃれ込むか。風通しいいわね。燃やしてしまうとは信長様らしい。少々派手にやりすぎたか。早く機長の驚く顔が見たいぞ。また一からやり直したな。信長様、今参りますぞ。もし信長様が亡くなってたら、あるいはこいつが天下。下がってよい。はっ。生きていたか。一気にひねりつぶすような真似はしない。ゆっくりゆっくり追い詰めてやる。よいではないか。そう慌てずとも。のう毛利殿。そうじゃ、関東諸侯もようやっと異例に服したし、島津長宗我部も幕府参画に前向きじゃけえの。じゃから今はこちらの基盤固める時よ。しばしのぬるい。すでに斎藤利三を失った。目の内につまねば取り返しつかぬことになる。そう言われてもの。お許しなくとも結構。我が手勢だけで出陣いたす。光秀よ、そっちもか。そちも将軍をないがしろにするか。信長と似ておるの。裏切り者は裏切られるというわけですか。そうか、猿が伊勢に。たく、悪運の強いやつめ。恐れながら運じゃございません。意志にございます。意志か。勝って勝って勝ちまくる。信長様にお仕えした時の誓い、絶対に守り抜くって。あいつら猿め。気持ち悪いぞ。少し焼けるな。ひとときの夢か。そうさな、おいらがそんな野望を抱いても。おっ、ちょっと野望を抱いてもいいぞ、私に。あ、マリアか。よせ、こんな非常時に。心配した。秀吉、お前の天衣無縫なところが好きだ。かたじけない。お気持ちだけで。はい、いえ、嫌いとか好きとかじゃなくて。おいらには思う人もいるんだ。騒がしいな。そうね。大勝利にございます。そういや、お市様はご双剣であらせられますか。かわいいな、お市様そっくりだ。おいら、本当はお市様に会いたくて会いたくて。
秀吉殿。め侍、おいら図に乗ってとんでもないことを。ありがとう。あなたは日輪のようなお方、私には眩しすぎて。頑張ったな。殿が襲われてからずっとだかんな。織田の意地見せられたじゃろうて。けど痩せ我慢ももう限界。松子の水はあうめえな。もはや市中に勝つを求めるのみ。一人でも囲みを突破し殿の仇を討つんじゃ。おお！何？織田本隊が毘沙門天のおぼし召しか。兼続、謙信公の仇を晴らす時が来たぞ。御意。ちょっと遅かったらヤバかったな。なんの、あと10年は持ちこたえられましたぞ。俺は家宝者だ。貴様らみたいな家臣を持って。礼を言う。勝家、利家。殿バカ、いい年してみっともないぜ。泣くな泣くな。何？織田殿が。急ぎ三河に戻りましょう。殿、天下の趨勢を見てご決意を。そんな柄ではない。信長殿が夢を一生する鷹なら、俺は遠慮がちについていく身取り。ただ一度だけ一緒にかけたことがある。あの時はスカッとした。なればかければよろしいかと。家康、やけにすがすがしい顔をしてるな。信長殿が本能寺で講じていたら、この家康天下取りへどこまでもかける覚悟でした。貴様がか。はい。されど信長殿は生きておられる。共に乱世をかけていきましょうぞ。天下を取るか。殿、信長殿が岐阜を占拠しました。生きていた信長殿が。この膨らんだ大志、今さら収めようと。都は女子のように無防備。幕軍はなぜ固執すんだ。守りにくくて攻めやすい。光秀さんがいるのに不自然ね。あるいは罠かもしれない。油断はできませんぞ。お首うざるめ、怖いんだったら女子の陰で震えておれ。そうかい、そりゃそうだろうさ。柴田様は庭園で女っ気がねえからな。なんだと猿。相変わらずね、
あなたたちは機長様。そんな格好でまさかお体はよろしいんですか。バーガー鈍いな芋侍、よろしいから来たんじゃねえかなあ。過ぎたことはいい子なしよ。機長さん、また一緒に戦いましょう。ありがとう吉野。何もかもなくなってしまったわ。俺と同じだ、全てを失った。いや、俺にはお前がいた。おかげで滅びの夢から覚めることができた。お気づきでないとは愚かな。光秀、あなたこそ乱世が生み落とした最大の業。あなたのその二重の瞳調動は共有の印。あなたが滅びねば新しき夜明けは訪れませぬ。くだらぬことを。乱世は俺がこの手で打ち砕く。定めに抗うのは。久保様、将軍家の定め、滅びの地、父も兄も爺さんも将軍家の者は皆非業の最後を遂げた。わしはそうした定めに必死に抗ってきたよ。ただでは滅びぬと。じゃが久保様、私がついております。この先には我らの輝ける世が必ず待っております。光秀、頼む、幕府を救ってくれ。怒っておるのか。この義明、目が覚め申した。勘弁してくだされ。わしゃ幼い時寺に入れられ苦労したいんよ。父も兄も死んでしもうたし、せめてせめて幕府を再興して世に太平をもたらそうと。はあ、こんなことになるなら将軍家に生まれてこなけりゃよかった。何を柱が貴様あっ。今日より幕府のこと一切この光秀がお引き受けいたしましょう。まずは訓則の勘を手打ちにいたした。よろしいですな久保様。各々方、織田信長など恐れることはない。すでに手は打ってある。本能寺の後俺は変わったか。どうなされました。突然またあの夢を見た。俺はまだ滅びの夢に生きているのかも。
もしれない。一大でござる。島津長宗我部が幕府につき、細川の殿が幕府方に寝返りました。何？あんたはこの国を売るつもりか？帰国は日本を狙い、私はさらなる力が欲しい。我々でこの日本、いや世界を支配しようと言っておるのだ。藤高が寝返り、家康もまだ来ぬ。まさか家康まで。そんな目で見るな、無心なやつね。俺も貴様のように生きてみるか。そうね、一度死んだのだから。話したの、滅びの夢の。本能寺での変聞いたとき、殿は亡くなられたと確信しました。けど今こうして一緒にいる。そう、全ては夢、我らは幻、それでいいのではないでしょうか。貴様ら、俺にどこまでも付き合うと。そんなの当たり前よね。それがし、殿がたとえ亡霊であってもついていきます。そうさ、オイラにとっての誠は信長様と一緒に戦うってことだけ。夢だろうが打ち図だろうが関係ない。この戦いに勝つ、次の戦いにも、その次の戦いにも勝って勝って勝ちまくり、乱世を打ち砕く。泣かせること。敵は総崩れ、お味方の大勝利にござりますな。信長殿、参陣遅れましたること面目次第もございません。どうなされたんです？お恥ずかしい話ですが、光秀殿の調略にかかり、家臣が謀反を企てまして。家康、すまぬな。はよし、体勢を整え、光秀を追撃する。さあご覧ください、我らが王国の力を。素晴らしい、なんと堂々たることか。いかな信長でもここまではできんだろう。この勝負、これで決着がついたり。とうとう決着をつける時に来た。はじめは小才の利く男だくらいに思うていたが、いつしか大きな器の男になりおった。じゃがわしはお前のことが嫌いじゃ。これは私の戦い、誰であろうと邪魔はさせぬ。この決戦に勝ちゃ戦国乱世は砕け散る。信長様、その後どうするんです？俺は天かける鷹になりたかった。鷹？鷹になってかける。どこへでござる？世界だ。世界？いつしか西洋と東洋が混じり合う時が来る。俺はその先駆けになる。船団を組み海を越え、彼方の国へ行き交易を盛んにする。信長様、イスパニア軍の大将はペドロという男だとか。ペドロ、知っているのか？卑劣で残忍、最も軽蔑すべき男。勝つためには何でもする恥知らず。信長様、皆よくここまでついてきてくれた、心から感謝する。これより軍議を開く、最後のな。
俺が英雄になって機長様が戦わなくてもいいようにする。本当？約束してくれる？私は英雄ダリエたのか。そうね。オイラたちはとうとう勝ったんだ。勝ち抜いたんだ。戦国に生まれた白木高代、貴様は首輝から解き放たれた。さあ飛べ、もっと高く、もっと速く、もっと自由に。このセミナリオではヨーロッパの学問を教えております。俺も時々学びに来る。気がつかなかったわ、夢のため。ここで学んだ者たちがやがて世界へ羽ばたく俺の助けとなる。何？大阪湾にイスパニア軍船が来襲しただと？イスパニア軍は織田軍によって撃退され、両軍の間に休戦協定が結ばれた。この戦いより後、国内から戦は絶え、真に太平な世が開かれたのである。あなたも愛する人に愛されたかっただけなのね、光秀さん。お待たせした。おお、参られたか、ジパングの棟梁殿。可愛がってくださいませ。お前、あの時の
最高に気に入ったぞ、機長。見ろ、川を。見ろ、川を。信長様に報告せねば。おお、渡れるかもしれないぞ。一大事にござる。浅井の殿が裏切りましたぞ。そんな感じか。浅井軍はすでに大谷を出撃、こちらに向かっておりまする。長政様、このままでは浅井と朝倉に挟み撃ちされまするな。ちぃ、どうせ果てるなら朝倉と差し違えようぞ。陣を引き払う。全軍疾風となって岐阜へ帰陣する。されど次の戦、次の次の戦のために引く。となると問題はしんがりですな。誰が本隊を逃がす盾になるか。信長様、おいらにやらせてくれ。信長様はオイラを生かしてくれた。だからこの命そっくりお返ししますよ。猿、必ず生きて戻れ。兄上は我らに相談なく朝倉を攻めた。我らは明役から朝倉につく。許してくれ、一。そうだな、許せるはずもないな。違う、あなたは悪くない。一、許してくれるのか。もう悔いはない。私はそなたという妻がいるだけで燃え尽きるまで戦える。この戦、ここまで退却できれば我らの勝ち。しんがりの秀吉殿の働き、無駄にせぬよう何としても逃げ切りましょう。野田福島の戦場よりはるかに離れたここ近江坂本では、おお、渡れるかもしれないぞ。頼りに思う。それがしは光秀様の天下見るまでは死ぬぞ。よし、火をかけい。今日の町ごと織田を燃やしてしまい。
Awaken your fighting spirit through raging battles. Return to the ultimate battleground. Samurai Warriors Extreme Legends. Four new warriors join the action. Live the legends of Warrior Princess Ina, Hideyoshi Fushiba, the Unifier of Japan, the Warlord Yoshimoto Imagawa. Tadakatsu Honda, Loyal Samurai. Prepare your eyes for exhilarating action! Lead the new campaign of Komaki Nagakute. Fate lies in your hands as you take sides with either the Hideyoshis or Ieyasus. An improved game system leads to the most exciting action yet. Two-player action now featuring individual Musou attacks. Loaded with brand new game modes for mind-blowing action. See how long you can last in survival mode. Three brand new versus modes. Duel, Sumo, and Gatekeeper. See the ultimate weapons. New items, new skills available. A historical archive on the Warring States period of 16th century Japan is also available. The new import feature allows you to enjoy the first Samurai Warriors all over again with all the new features. Expanded character growth, improved game balance and AI, new levels of difficulty, and much more. Rally the troops. Reinforcements have arrived. Samurai Warriors Extreme Legends.川中島を思い出す。熱き見る。